今度はおでん。おでん。で、おでんとすき焼きも食いたい。日本酒。日本酒とすき焼き。うん。今度はそれをやる。寒くなってきたし。はいはい。うん、今度はすき焼き。いいね。卵をこう溶いてさ、肉つけて。たまらんね。たまらんね。で、夜はその、おでん。おでんを食べながら今週で今週、うん、でもこのスタイルをやめるわけじゃないですね。今度は山じゃなくて、うん、離島、離島、島、あの船に乗って、うん、あのやるとやる。あの真面目にやるときと、うん、真面目じゃないその手抜きを、うん、なんか混ぜたいよね。混ぜたいね。今回のは真面目？真面目。ま、真剣やったっけね本当に。結構本気で歩いたよ。本気で歩いたよ。本気だったよ本気。かなりしんどかったもんね。疲れたよ。じゃあそんな感じであの話しながら枝豆を出しましょうか。あ、出そうか。どっか自然解凍しとったやろ。どっか置いとったやろ。はいはい。枝豆ちょっと見せて。しっかり解凍しております。本当だ。これあのゴミあの殻入れね。殻こっち。うん。いいね。完全に親父のおつまみやね。っていうかすげえなこの量。食べますよ、食べます。食べようか。いただきます。枝豆やね。うん、枝豆の味がする。普通の枝豆やね。もうシンプルに枝豆。シンプルイズ枝豆、うん、さあ寝ましょうか。月がでかいね。でかい。チャーハン、あ、同時しよう。いろいろしたいよ。鮭お願いします。鮭。これですね。これ。あ、チャーハン。おお、これまたたっぷり。うん、
分ぐらい。いい収縮した。で、折れ曲がって。完成。じゃあいただきます。いただきます。黒豆。うわ、黒豆。どう？チャーハン美味しい。うん。鮭もね、うまい。なんかチャーハン、お店のチャーハン。これやね、ゴールドブレンド。クリームが入ってるもんね。砂糖。見え。半分ぐらい。うん。どう？なんかあのジョージアのテイスティーな味。そうね。